自分の衝撃的な話。中学生の頃、脳腫瘍ができた。とりあえず、取らなきゃ死んじゃうかも。みたいなこと言われて、何度も、MRI を取ったり、足の付け根から、カテーテルを、脳のあたりまで入れて、直接採血したり、死ぬほど痛かった。いろいろやったんだけど、どこにあるのかさっぱりわからず。結局、脳腫瘍だって判明してから、1年は経過してた。もうここだろうって見当をつけて手術するしかない。って言われて、しぶしぶ親が同意。ここに、多分脳腫瘍があるだろうな。という状態での手術が決定してしまった。その時点で、すでに自分としては衝撃的だったんだけど、小児科の主治医が、手術直前になって、やっぱり不安すぎる。一生後悔する結果しか見えない。悪いが、東京にいい脳外科医の知り合いがいるから行ってきて。とか言い出して、東京の有名な病院に行くことに、腕のいい東京の先生に、MRI の画像を見せたら、一瞬で、ああ、これだね。これが腫瘍。脳のど真ん中だった。ずっとちゃんと写ってたんだ。脳って左右対称だから、真ん中にある腫瘍を、元の病院の脳外科医が見つけられなかっただけで。もう、なんかいろいろ衝撃的だった。よくわからずアプローチしようとした、元の病院の脳外科医にもびっくりだし、東京に来たら、1年かかったのが一瞬で見つかったのにもびっくりだし、東京の先生に聞いたら、医療は教科書通りにはいかないんだよ。って言ってた。私は、無事に手術を終えて、今も元気です。あの時、東京に行けって言われてなかったら、死んでたかもしれない。長くなっちゃった。みんなも、セカンドオピニオンを大事にしてね。レスがついてる。ありがとう。結局、患者って、医者の言うこと信じるしかないもんね。左右されちゃうのよ。小児科の主治医の先生には、ほんと感謝してるよ。その後、手術前の心臓エコーの検査中に、医者が、ぞろぞろ検査室に入ってきて、画面を見ながら、これどう思います？とか話し合いしだして、ガクブルしたのも衝撃的展開でしたわ。心臓の壁に、穴が開いてたらしい。人間って、元気そうに見えてわからんもんだね。